胸が大きい方も胸が小さい方も悩みってそれぞれありますよね。普通に生活しているとどうしても背中の筋肉が弱ってしまって肩が内巻きになって胸のお肉が脇腹の下の方から後ろに逃げてしまって胸が下がる、サイズがダウンして垂れ下がってくるという形になってしまいます。そこで胸を鍛えることによってバストアップするんじゃないのかって思う人も多いかもしれませんが、実は垂れてしまう胸、サイズが下がってしまう胸というのは背中を鍛えることによって改善できてくるんです。背中の筋肉が弱ってしまうとどうしても肩が内側に巻いてしまうので胸が後ろに行くんですね。そこでしっかり背中を鍛えることによって姿勢が良くなって胸を張った姿勢ができます。そして背中の筋肉が収縮することによって脇の下にあった肉が前にね返ってきてくれてバストがアップする。アップと言ってもサイズアップと上にアップという意味があります。サイズが上がって胸が上に持ち上がりますのですごくね胸の形が良くなってサイズが上がるんです。胸の大きい方も小さい方も今よりも胸の改善ができますので一緒に頑張っていきましょう。まずは背中を動かすんですが、いきなりやっちゃうとつる場合がありますので20秒ほど背中のストレッチをしてから3種目レベルに応じて紹介していきます。スマートフォン見ながらできますので一緒にやっていきましょう。はい、まずはスマートフォン顔の下を置いてもらって手を後ろで組みます。できれば手をひっくり返してください。クリンとひっくり返します。このままお辞儀をします。スマートフォン見ながらおでこを床につける感じでやっていきます。これでまず背中をしっかり収縮させて胸のストレッチをしていきます。いきましょう。しっかりです。手をできるだけ向こうに持っていきます。ぐーっと伸ばしてください。手はできるだけ上に持ち上げる感じです。ぐーっと背中を寄せてください。 OK。 今ので背中をね動かす、胸を広げるっていうストレッチができました。次は初級編から入っていきます。まず肩甲骨周りをしっかり鍛えるっていうことが必要なんですけども、まず手を気をつけして脇腹までしっかり肘を引きます。グッと肘を引きます。こっから手を横に広げる、肘の位置が支点として広げていきます。肩が上がらないように肩落としたままで手を下に引いて肘を後ろに引いてこういう感じで動かします。5回やっていきます。こっから広げると肘をどんどん後ろに持っていきながら手をできるだけ広げていきます。5秒間グッ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 って感じで遠くに持っていってください。5回いきましょう。胸張ったままです。いきます。息しっかり吐きながら1、2、3、肩が上がらないように1、5、吸って吐きながら1、2、3、4、5、3回目、吐きながら1、2、背中はしっかり寄ってますか。4、5、肩甲骨がちょっと動いてる感じがあれば OK です。いきます。1、2、肩が上がらないように4、5、はい、ラスト肩下げて1、2、3、4、5、 OK です。今ので背中周り、肩甲骨周りがじわーっとしていればね、ちゃんと動いてます。次はレベル2です。うつ伏せでいきます。スマートフォンは顔の前に置いてください。はい、今度はさらに背中に負荷をかけて動かしていきます。手は気をつけした状態で肘引いときます。手が床につかないぐらいしっかり肘引きます。こっから体を浮かせてグッグッっていう感じです。もし指先が床につく場合はグーでもいいです。肘をしっかり上に引いてそこから肘を5回動かしていきます。体
体持ち上げて5秒キープ、手を5回動かします。息吐きながらです。いきましょう。あと1 2 3 4 5、2回目、息吐きながら1 2、脇しっかり締めて3 4 5、うわ効きますね。3回目、1 1 2 3 4 5、うわきつい。4回目、スタート。しっかり顔の下のスマホ見ながら2 3、脇締めて5、いきます。スタート。ふ1 2 3、肩甲骨動かして10 5、うわラスト。ふ1 2 3、脇締めて10 5、あきつい。しっかりね、肩甲骨が使えてると思います。最後レベル3、5回ほど頑張っていきましょう。はい、スマートフォン見ながらでいいです。今度はバンザイしたとこからバンザーイって体をね持ち上げます。そしたらここから肘をしっかり引いて、肘が上がると肩が上がっちゃう場合は肘ちょっと低めでね、肘低めで肩が上がらないように、ここから後ろに手を伸ばす、戻す、前に伸ばすっていうのを5回です。前に戻ったら息を吸って、動いてる時は息を吐き続けます。いきましょう。スタート。1 2 3 4 2 2 3、しっかり肩甲骨をしてください。3 2 3 4 2 3 4、ラスト5 2 3 4。はい、 OK です。お疲れ様でした。今ので姿勢が少し良くなってる感じしませんか？やる前は肩の位置がちょっとね内側に入ってた人も、今ね背中をこう収縮させたんで、ちょっと胸をね張れてる姿勢ができているんではないでしょうか。肩がやはり内側になってしまうと二の腕もたるんできますし、胸も垂れてきます。しっかりそこを後ろに力を入れることによって胸が上がって、胸の下の脂肪が前に戻ってきてくれて、肩が後ろにしっかり引けてですね、バストアップ、二の腕痩せも可能になっていきます。ダイエットしていくとやはりどうしても胸の脂肪が落ちてしまう、そういった場合が8割の場合です。理想の体型になりたいのにバストのサイズが下がってしまう、悲しいですよね。背中を一緒に鍛えながらダイエットをしてもらうことによって、褐色脂肪細胞というのも使えるので痩せ菌って言われているんですね。そこを使うことによって痩せやすさもアップ、バストもアップ、サイズもアップ、3アップです。いいことしかありません。あんまり背中使ってないよって方はですね、動画を見ながら何度も使ってください。頑張ってやってみた方、勉強になったよって方、これを続けてバストが上がった感じするよって方はですね、よかったらグッドボタンやコメント残しておいてください。そして各種 SNS されている方はですね、動画のシェアなどもご協力ください。もっともっと皆さんにね、有益な情報を配信していきますんで、これからもご視聴よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。